吉田さん、お疲れ様です。あの、代表社員っていうね、まあこれから浸透してくると思いますし、まあ株式会社は不動の地位を占めるでしょうね。まあけどやっぱり、あれじゃないですかお客様の前に立つ人が、すべてじゃないかなと思うんですよ。どんなでかい会社の一社員だろうと、一人会社、一人親方の小さな会社だろうと、実際にお客様に接する人っていうのは、 一人なわけですよね、基本的に。で、その人が何者かによって小さかろうが大きかろうが、その組織ってのは図られるのかなと思いますよね。で、そこまで来ると、まあ私もね、あの、なんていうのかな、法人格とか、それこそ合同会社格なんてない時に訪問販売やってましたけども、こんにちはって言って身をさらして、自分がどう思っていただけるかすべてで、最後にね、あの、 領収書書くときに会社名とか書くんですけどももうほんと屋号だけですからねもうそんなもうその時はでにお客さん気に求めてなくって、うん、信頼関係バチッと築けるんだったら入れ物は何でもいいのかなと、うん、まあでもお客様が安心するようなねやっぱり囲いってのはまあ長い間浸透してきた有限会社株式会社合同会社ってのは、うん、まあ アップルとか、ね、アマゾンとかご存じない方にとってみたらいまいち何それみたいな足跡みたいに思っちゃうのかなと思いますよね。まああの、事業の方とか会社経営の人はね、それの違いってのがほとんどないってことは理解してますけどね。うん。結局はお客様の目の前に立つ人が全てかなというところで言ってらしい。